ね、綾乃。そっちも異常はない？大いに異常あり。何この動きにくい服。いやあ、キサラ君、来てくれたんだね。ミハイル先輩。本日はお招きいただき、水臭いじゃないか。僕と君の中で。あれが噂のハチスカ家の出がらしの末っ子。かつて我が父ハチスカ義輝はこの太平洋上に一つの都市を浮かべ、先の見えない航海へと一歩を踏み出しました。ここは全ての市民にチャンスがあり、全ての市民が成功を約束されている町、今やこのベイロンシティなのです。それでも今日の食べ物にも苦労する人だっているんだよ。そりゃ単に家主が甲斐性なしってだけでしょ。